ナイン。ナチのフォー聞いて。セブン。シックス。ファイブ。次。フォー。思い出したよ。ちょっと笑った。なんか普通に出たおならみたいな言い方。フォー。フォー。でも超可愛い。でもさ、みんなでやるならいいね、これ。ね、でもなんか、お金持ちのホームパーティーって感じじゃない？ねえ。いいな、そういうの憧れるよ。可愛い。すげえな。みおちゃんの1歳の誕生日ですよ。ママ。ママ。みおちゃん1歳の誕生日。ママ。ママ。これ関係。おめでとう。おめでとう。すごいベーシックだね。アイポンらしいの、らしいの持ってきたね。やばい、パーティーしたくなってきた。ね、すごいね、かわいい。でも子供にはこういう花束とかの方が喜びそう、花より。てか黒い、黒い。え、やばい。海外の風船がめっちゃ売ってるやん。いいな。え、これだ。お。アメリカンのガールズロック、イエー。アメリカンガールズロック欲しい。誕生日の時にこんなろうそくだったら嬉しすぎる。こっちもろうそくだった。え、かわいい。かわいい。これもめっちゃかわいいんですけど、これハートもあるじゃん。やばいよ、超嬉しいよ ね、 ね、すごいかわいいですよ。一回きりなのがこういうのとか、これとかかわいい。スポンジパパかわいい。この帽子欲しい。ビューちゃん合いそう。でもこれ試しにかぶれないかな。すごい唾が平面だな。ちょっとわかんないね、これ袋開けたら。わかんないよね。ペッてなりそう、うん、僕これでいいかな。白ピュアマイハート。私これにするわ。すごい、それ多分ね、夜ね、うん、夜かき消されちゃうよ。全然見えなくなっちゃう。よく見たらびっくりしちゃうからね、それ。これと同じ大きさ。大きさは同じ。クリスマスのメリー。でもいいね、テンション上がっちゃうね、こんなのあったら。かわいすぎる。これもいいですか。これ。やったー。ダブル持ちか。また来よう、ここ。キャラクターに戻るよ。決まりました。ピュアマイハート。おいいね。ピュアホワイト、あじゃーん。日本語がなんだお前。はい、ありがとうございます。じゃーん。スコさん、あんちゃんのマイクくれません。ラインシックスが、あんちゃん、あれあんちゃん使うんですけど、埼玉新都心どうでした？楽しかった。最高です。やっぱ埼玉だなって思いました。埼玉県民としては、あの埼玉、ヘブンズロック埼玉はなんかいつもなんか暑くて死にそうになってる、パッセンが。悠久だから、悠久だからね。うん、ヘブンズロックのライブハウス感がすごい。わかる。めっちゃ近いよね、お客さん。近い。触っちゃいそう。触っちゃいそう。触っちゃいそう。横浜どうでした？地元だった。横浜ってなんかさ、いろんな人来るんだよな。やっぱ来やすいのかな。そうそうそう。ラはいつも楽しんだ。横浜1曲目何やった？知らない、忘れた。そういうさ、もう記憶ない。大人の事情で言えないような質問するなよ。このでは、いただきます。エビ。あ、おいしい。やばい。Silent voices around
ちなみにこれハーフサイズでこれだから結構ボリューミーだよ。アメリカ、アメリカサイズ。みんなでね、パスポのフライトよかったねとか言いながら、ね、ちょっと取れなくなっちゃった。話してよくさ、パッセンがさ地方とかツアー遠征で来てくれて、その後その地方の美味しいものとかをなんかお酒飲みながら食べてパスポの話をしてるってよく聞く、ね、でもパスポが前乗りして行ったその地方のお店とかを真似してくれたりするから嬉しい。場所にいいね。桜色